プロデューサーさん、お誕生日ですね。新たな一年の始まりです。祝福してあげましょう。これは聖母からの贈り物です。与えられたことに感謝してきちんと使うんですよ。日々の償いや誇りをこの日記に書き残すように。どんな言葉が紡がれるか今から楽しみですね。プロデューサーさん、お疲れ様です。これお誕生日プレゼント、受け取ってください。はい、確かに受け取ったわね。さーて、このお礼に何してもらおうかなー。